地磁気の変化から宇宙環境の状態を知る地磁気指数。地磁気は電離圏、磁気圏などの宇宙空間を流れる電流に対応して変動します。この電流の変化は地磁気嵐やオーロラ活動など様々な宇宙天気現象の現れであるため、地磁気変動は宇宙天気予報にとって重要な情報です。地磁気変動の大きさを指数化することで、宇宙天気現象の特徴や規模が分かりやすくなります。 K 指数は一つの観測所での地磁気の乱れ具合を3時間ごとに指数化したもので、0から9までの10段階の値で表されます。情報通信研究機構の宇宙天気予報では、気象庁柿岡地磁気観測所の K 指数を利用しています。 K 指数以外にも個々の宇宙天気現象をよく表すように、世界中に分布する複数の地磁気観測所のデータを用いて様々な指数が算出されています。例えばオーロラが頻繁に見られる領域よりも少し低い緯度の13箇所の K 指数をもとに作られ、全球的な地磁気活動の目安となる KP 指数。オーロラや赤道ジェット電流の影響の少ない緯度での4箇所の地磁気データをもとに作られ、地磁気嵐の大きさと推移を表す DST 指数。高緯度の12箇所の地磁気データをもとに作られ、オーロラ活動の強さを表す AE 指数などがあります。これらの地磁気指数の算出には、国際協力による全地球的な地磁気の観測が必要不可欠で、情報通信研究機構も国内外の観測所における地磁気観測に協力しています。